その美しいルックスからビーチの妖精と呼ばれる浅尾美和選手と西森武美選手、太陽の光と潮風の舞う砂浜で二人が見せる笑顔、そして涙、深い悲しみの果てに彼女たちがたどり着いた答えとは。ビーチバレーの未来を背負う若きペアの素顔の物語。頼りになるんですよ。なんか頼りになるお姉さん的な存在ですね。妹みたいな存在ですね。はい、もう大体考えていることも、もう4年もやってれば分かるし。ペアを組んで今年で4年目、毎日の練習そして試合と誰よりも長く同じ時間を過ごしてきた浅尾美和選手と西森武美選手。喧嘩って何でやするんですか。一回もないですよね。ないですね。大人なんですよ。武さんが大人なんですよ。ペアを組んだ当時はまだ無名だった2人ですが、相性の良さもあってか急速に頭角を現し、常に上位争いを演じるようになっていきました。しかしずっと3位なんですよね。まあ、日本でもずっと3位だし、準決勝まではコンスタントに進めてもそこからあと一つが決められません。2007年のツアー戦では5戦全てでベスト4となり、常に国内3位という位置に甘んじていたのです。2人と上位ペアの間には経験や技術はもちろん、さらにもう一つ大きな差がありました。他のチームは通訳もいて、トレーナーさんもいて、コーチもいて、例えばライバルである小泉田中ペアにはなんと練習に3人のコーチが。一方浅尾選手と西堀選手はほとんど2人きりで全てのことをこなしてきました。しかし結成4年目となる今年、二人はついに専属コーチをつけることに。そこには強い決意がありました。ファンの人の期待を裏切らないように、はい、もう3位はいらないので。コーチに就任したのは現役時代国内ツアー優勝16回を数え、さらにアジアチャンピオンに輝いたこともある渡辺聡さん。経験も実績も申し分なし、浅尾選手と西堀選手にとってこれ以上ない頼もしい味方です。そんな渡辺さんは2人を指導するうちにあることに気づいたといいます。話を聞いててもビーチバレーに対しての考え方とかがちょっとこうまだ足りないかなって思う部分も。ビーチバレーでは通常試合中にコーチと選手がコンタクトを取ることは禁止されています。他のスポーツの場合、コーチや監督は戦術面はもちろん精神面の支柱になる重要な存在。しかしビーチバレーではそういった部分も選手たちが担わなくてはならないのです。そこで何よりも重要になってくるのが選手たちの勝利への強い意識。それが2人には足りなかったというのです。あー、すいません。西堀の方がこう追い込まれてたら浅尾の方が助けなきゃいけないし、逆に浅尾の方が追い込まれてたら西堀が、お互いがお互いをコーチしなきゃいけないっていうスポーツなんで、そうですね、やっぱりそこの辺の意識っていうのをしっかりしていかないと。
渡辺コーチはまず2人の意識を向上させることに着手。勝負に対する執着心を徹底的に植え付けていきました。3人でずっと一緒だったんですよ。でもうほとんどビーチバレーの話しか しなくて、食事してる時でもまあ結構ビーチバレーのことを僕言っちゃって、2人は結構ノイローゼ気味になったんじゃないかなとか思うんですけど、やっぱりそんぐらいの時期があってもいいと思うし、もう何でもビーチバレーにつなげるんです。そうなんです。だからお前らダメなんだダメなんだって言われちゃうから、すごいよ、もう変わりましたね、ビーチバレーの考え方が。試合中考えてることも全然違うし、多分タケさんに対する要求も変わってきたと思うし。そして4月、宮崎で行われたツアー初戦、朝尾西堀ビアはいつも通り準決勝に進出。序盤から積極的なプレーでこのゲームをリードします。しかし相手は格上の浦田鈴木ペア、徐々に調子を取り戻し猛追してきます。去年までの2人はここからずるずると失点を重ね、逆転を許してしまっていました。ところがこの日は本当に最初から最後まで集中力が切れなくて、こう気持ちが切れなかったというか、いつもだったら点数を取られて連続失点するところを、何ですかね、集中力を持ってできたっていうのと我慢できたっていうのが一番大きかったですね。たとえポイントを失ってもお互いに声を掛け合い、決して諦めることなくボールを追いかけます。そしてセットカウント2対0のストレートで浦田鈴木ペアに勝利し、ツアー初の決勝進出を果たしたのです。さらに7月に大阪で行われたジャパンレディースでは見事初優勝、ついに表彰台の頂点に上がりました。ずっと優勝できなくて3位が続いてたので、ちょっと長かったなというか、優勝するまで 100% 自分たちのできる最高のパフォーマンスを出せば日本でも負けないし、うん、こうやって勝っていけるんだなと、やっぱ自信になりました。2人も徐々にこう変わってきて、その中でジャパンレディースがあって優勝できたっていうのは、やっぱりそういうところが徐々に変わってきた証拠だったのかなというか、そういう結果は嬉しかったですね、はい、この優勝で自分たちの成長に確かな手応えを感じた2人はさらなる上を目指して動き始めていました。しかしそんな時、突然の悲劇が麻生選手を襲います。出場を予定していたツアー最終戦を棄権。このまま年内はコートに立つこともないのではと取り沙汰されました。そんな中、9月12日麻生選手からメッセージが。ご存知の方も多いかもしれませんが、私の妹ミキが交通事故に遭い、先週9月5日金曜日の午後他界しました。心の傷が癒えるまでにはまだしばらくの時間がかかりそうです。ただ17歳という若さで短い一生を終えなければならなかったミキのためにも、私がいつまでも悲しんでいるわけにはいかないんだと思っています。だから私はビーチに戻ります。4年後ミキをロンドンに連れて行くために。浅
川選手、石堀選手のペアはこの連休中行われている公式戦に出場。深い悲しみを胸に抱えながらも精一杯のプレーを私たちに見せてくれています。こうやってビーチバレー頑張ることが大丈夫だよっていう印になるので、はい、次は頑張ろうって思います。その瞳はまっすぐ未来へ。